はい、どうも、レギです。本日は、ヒデオくんと、対マンを、しようかなって思ったんですけども、普通に対マンするだけだと、ちょっとね、弱い。なんか企画が欲しいなと思ったので、目隠し対マンで、目隠ししてるフリードッキリをしていきたいと思います。ちょっとね、ヒデオくん、今回いきなり目隠し対マンやると、バレてしまうので、まず最初は普通に戦っていこうかなと思います。はい、間違えしました。箱を具倉庫の暴れバトルよろしくお願いしますということで、今日はね、ヒデオくんと対マンをしますっていうドッキリ自分でも最終的に分かんなくなっちゃいそうなんだけど、まあね、仕掛けていくためにはドッキリってバレちゃちょっとダメなので、ここは目隠ししないで、俺はあえてまずは戦う。いやー、びっくりした。ヒデオくんは若葉シューター好きなので、オッケー、倒した。しゃあじゃあ普通に倒した。そうだから若葉で合わせてきました。なのでまあ、負けられないしね。ヒデオくんなんか最近俺のチャンネルに乗っ取ろうと頑張ってるみたいなんだけど、危ねえ。ボム危ねえ。絶対乗っ取らせないぞと。あれ？いるじゃん、やっぱ。いるやっぱいる。いるじゃん、ここ。おーい。めっちゃ逃げとくやん。めっちゃ逃げとく。逃げとくって逃げてる。俺ちょっと最近言葉間違えた。やばい！危ねえ！やべ！いやー、マジか！滑られてた。おー、やるな。やっぱヒデオくん、若葉上手いんだよ。ヒデオさん。ヒデオさん、ボム、結構ね、ピンポイントでくるから。ほら、こういうね、ボムとか気をつけない。罠みたいなボムあるから。やべ。いや、マジか。オーケー、オーケー、危ない。倒した。危なかった、今。あれヒデオくん。危ない、ボム。待って、来てるよ、これ、絶対来てるよ、これ。やべ。危ない。こっち。やべ。なんだこのタイマーは。これボム置いとこう。オッケー。いや、そのボム上手すぎ、危ねえ。やべ、局者でやれる。いや、マジか今めっちゃ耐えたんだけどな。すげえ耐えたんだけどな。やりよるな、あいつ。やべ、こっち来てるよ。うれ。なんかインカーマン使ってきた。なんかインカーマン使った。危ねえ。はい、ということで、目隠ししてタイマンというワードをね、ヒデオさんに伝えてきたので、向こうは、まあ、目隠しするもんだなってきっと思ってると思うんですよ。しかも、さっきヒデオさんに俺勝ったから、次は負けないぞっていう、目隠ししてでも、次は負けないぞっていう気持ちが多分出てると思うんだよね。そこを、うまいこと、ドッキリ仕掛けていきたいと思います。はい、お待ちしました。箱置き倉庫。ドッキリバトルよろしくお願いします。楽しみだ。どんな動きするんだ、ヒデオ。うわ、金の靴履いてるバッシュみたいな。バスケするときの靴みたいな。こういうの履いてますね。とりあえず目隠し向こうもしてると思ってるので、ヒデオさん、適当にボムとか投げてますね。何も見えません。うなちゃんはどこにいるのでしょうか。おら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 。何やってた、ヒデオさんは。めっちゃ頑張って塗って、俺のこと探してるな。うわぁ、びっくりした。おい、ヒデオさんいるね、こっちね。なんだ、その動きは。ヒデオさんなんか、すごい動きしてる。大丈夫か、ヒデオさん。あ、インカム使ってなんかやってるぞ。おなちゃん、どこ？ここか？音は聞こえてんだろうな、多分。しっかり音は聞こえてる。周りちょっとインク塗っとくか。
インクで取られてる。これ困ってんじゃない今。困ってんじゃないよくでも壁に突撃してる。なんかぐるぐる作戦してる。適当にぐるぐるしてた今。よし、目の前にインクアーマー。そこ行き止まりだぞ、ヒデオさん。そこ行き止まり。行き止まりだよ。出てきた。ヒデオさん。ヒルさんめっちゃ頑張ってる。なんか近くに俺がいるのはね、音で気づいてんだろうね。ここだね。なんか近くで音と気配はするんだけど。お、逃げてる。あ、うまい、待って、ヒルさんうまくね。はっは。いや、ヒルさん。うわぁ、ちょっと気配感じた？気配感じてるから、もしかして。ヒルさん？うわぁ、危ない。うわぁ、ぐるぐるしてる。気配感じてるぞ。危ない。うわぁ、ぐるぐるしてる。かわいいな。ヒロさん、これは、怠慢で、目隠ししてるふりして、実はヒレオくんをがっつり観察するドッキリでした。イェイ。ヒデオくん、ぐるぐる、回ってたのめっちゃ可愛いとこを、俺は今見てた。なんだ、ドッキリかよ。まあ、でもあれだけどね。うすうす感づいてて。僕ぐらい賢くなるとね、そういうのわかるから。あ、僕は最初からわかっていました。時々ね、壁にぶつかったりね、ぐるぐるしてね、犬みたいになってた。